クマナーはベネズエラのスクレ州の都市で同州の州都、首都カラカスの東 402km に位置している。クマナーはヨーロッパ人がアメリカ大陸に最初に居住した都市の一つであったが、原住民による襲撃を度々受け、その都度再建されてきた。町はカリブ海に注ぐマンサナーレス川の河口に位置する。 クマナーはヨーロッパ人がアメリカ大陸に最初に居住した都市の一つで1501年のフランシスコ海の修道士であったが原住民の襲撃に遭い1569年にディーゴ・エルナンデス・デ・セルパが再建するまでその後何度も破壊と再建が繰り返されたバルトロメ・デラスカサスは平和的な植民計画を実行しようとしたが1521年コンサーロでおかんぽが・でオカンポが チリビチにあったドミニコ海修道院の破壊の報復として、原住民に報復攻撃を行い、計画を阻まれた。1537年、ヌエバアンダルシア州が創設され、クマナーが州都となった。先住民の襲撃が脅威で亡くなった後も、町は何度も地震によって壊滅した。そのため、町で最古の一角でも、17後半から18世紀に建てられたものであり、 16世紀に建てられたものは何も残っていない。ありがとうございます。